どうも、あなたは社畜してる？私は絶賛社畜してるよ。どうも、埼玉に暮らす社畜 OL こと埼玉一人暮らしです。社畜？だって毎日人の目ばかり気にしてそわそわして過ごしてるから、私社畜。人に嫌われないように嫌われないようにって毎日周りに愛想を振る舞いてるから社畜。どう？あなたにも心当たりない？さて、そんな社畜の私は今回社畜の檻から脱走してこの街をうろちょろしています。そう、ここ大阪西成です。そうそう、今日私は大阪にね、仕事で出張に来てたの。出張のついでにね、ここ大阪の街を観光していこうと思って、息苦しい外車を抜け出して出張ついでに大阪観光を満喫していこうって、そんな魂胆なのです。あ、なんかいいことないかな。あ、なんか楽しいことないかな。それでは今日も懲りずにやってまいりましょう。よっしゃ、ウィッグゴー。そうそう、今私が潜入してるのはこちら大阪西成の闇市。闇市って言うんだって。朝からね、たくさんのね、お父さんだとかお母さんがにぎわっていて、何を売ってるのかなって見てみたら、ね、CD だとかね、本とかね、お薬なんかを販売してるそうです。あ、あそこに見えるのはアベノハルカスだよね。大阪で一番高いタワーだよね。隣を見るとなんだか見慣れない電車が走っています。今新今宮駅っていう前をうろちょろしてるんだね。こちらのエリア調べてみると、戦後ね、不況下の中ね、自分たちだけじゃ生活できないって言ったところで、ちょっとね、政府の目を忍んで自分たちでね、販売なんかをし始めたのがこの闇市のスタートなんだそうです。だからこちらのエリアは比較的日雇いのね、労働者さんたち、生活保護をね、受けてる労働者さんたちが多く住んでいて、だから私ね、昨日泊まったホテル800円で泊まれたんだね。そういったことだったんだね。どんどん先へ進んでいくと、何やらポツンとね、大きなタワーが立っているのが見えてきました。あれ、なんてタワーだろうね。そしてこの左側のお店、見てなんて書いてある？串焼き、焼肉、ホルモン、鉄板焼き。あー、美味しそうだね。大阪に来たなーって感じがするよね。こういったお店のね、雰囲気も大阪ならではっていう感じがするよね。ほら、見て、私今日向かってるのはあのタワーなんだよね。みんな、なんてタワーか知ってるかな？あ、そう、あちらのタワー、皆さんご存知、通天閣。通天閣って言うんだよね。早速近くに行ってみましょう。さてさて、今度は路地裏を抜けていきますよ。なんか書いてある、ガチの穴場。なんだろう、何のお店なんだろう、気になりますが、
今私は通天閣に向かっているところでございます。そもそも通天閣って何なのかなと思って調べてみたら、なんと内国勧業博覧会の跡地に建てられた建物なんだそうです。なんだ内国なんちゃら博覧会って。調べてみると、輸出する品を育てて、そのね品で商売をして繁盛させていきましょうっていうね、そんな博覧会の跡地に建てられたんだそうです。そして建物の建てた目的は、地域資源を活性化させて産業振興の目的で建てられたと。これもまあ要は大阪のね地元の資源を活用して商売していこうというね、そういった目的です。ほらこれこそね地元の資源だよね。こういった大阪ならではのね粉もんや揚げ物屋さんがね、地元の商売にね活気づけるための材料となって町が発展していったんだね。この通天閣、パリのエッフェル塔をモデルにして作られてるそうです。通天閣っていう意味は天にね通じる塔というふうにね書いて、天通天閣というふうにね読むそうですよ。そしてね、私にとっての大阪の旅ってね、どんな接点があるかなって振り返った時ね、中学時代に遡ります。私ね中学の修学旅行で観光しに行ったぶりだな。大阪に来るのは中学生ぶりかな。班のねグループになってアメ村に行ったんだよ。そしたらさ、金髪のチャラいチャラいお兄ちゃんがさ寄ってきて、でね、中学生のみんないいことあるからこっちおいでよってね、薄暗い雑居ビルのね地下に連れて行かれたんだ。もうみんなわかるかな。そんなね薄暗いところにね地下に入ってったらさ、そこに広がってたのはたくさんの古着、たくさんのね古着屋さんに当時ね中学生の私は入ってったのよ。それでさ異変を感じたのね。何かおかしいなって思って、どのお洋服をね見てみてもね値札は書いてないのよ。やばくない？たくさんね値札はね書いてないお洋服がいっぱい並んでてね、お兄ちゃんじゃこれ着てみなよってね、とりあえずそこら辺あったじいちゃんを着させられたのね。悪くないなーなんて言ってね、そんなこと言ってたらお兄ちゃんがね急にねドスの効いた声でね、1万円ってね言われたの。私はね震えた手でねお財布からね握りしめて、ね、1万円を取り出してそのじいちゃんを買ったんだ。あれがね私にとってねカツアゲだったのか、それともぼったくりにあったのか、今となってはね苦い思い出の一部ですが、それがね私のとってのね大阪の思い出でございます。通天閣のね真下ってね、あんな可愛いデザイン、ではまさにパリのエッフェル塔みたいなデザインが描かれていたんだね。それが私の大阪の思い出です。いかがでしたでしょうか。今日も変わらず私は埼玉からはるばる大阪まで出張しに来てたの。そこでお会いすることができたのは通天閣さんでした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いているよ。紹介してくね。で最初のお兄ちゃん、栃木の星さん、おもろです。おもろでしたか。私もね大阪の出張とってもおもろでしたよ。まだまだね大阪の旅続きますよ。次のお兄ちゃん、ユーザー MC さん、久々に見れた同人改め玉人様の独自角度な目線が大好きです。 お体に気をつけてクリスマスをお迎えください。あそうだ、どうもありがとうね。今日はメリークリスマスだったよね。私はね全然ねクリスマスなんて関係ない暮らしをしてますわ。いつも毎日ね会社を行ったり来たり、寝ては起きては飯を食っての繰り返しをしてます。ぜひ皆さんはね温かなクリスマスをお過ごしください。今日も最後まで見てくれたあなたが大好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね、約束だよ。バーイ。